はい、こんばんは。今日の夕食はこちらの鶏野菜鍋とこちらアジの甘酢かば焼きです。はい、こちらのじゃん、これ味噌鍋家族鶏野菜味噌ピリ辛というものを使いました。なのでとっても簡単でした。ここにね、作り方が書いてあります。はい、これ通りにね、作っていただければ出来上がります。ここには白菜、人参、お好みのお肉とだけ書いてあるんですけど、それにネギをプラスして作りました。はい、これは鶏肉です。でね、鶏野菜味噌の鶏は鶏肉っていう意味じゃなくて、野菜をたくさん取れるという鶏の意味があるそうです。いただきます。うん、ピリ辛のお味噌が喉にきますね。ツンとくる。うん、でも美味しいですね。ご飯は今炊いてるので、ご飯なしで食べていきます。で、こちらはアジのかば焼き、甘酢かば焼きです。うん、さっぱりしてる。うん、甘いけどさっぱりっていう感じですね。でね、これの作り方は概要欄の方に書いておきます。サクサクふわふわでいい感じです。うん、これはね、ご飯が欲しくなる。ご飯かおつまみ系。うん、お酒を飲まれる方だったらお酒と一緒にでいいと思います。うん、いただきます。
ちっちゃな小骨なら一緒に食べれるものなので、とてもこうカルシウム取ってるっていう感じになります。ではお茶を飲みます。今日はこちらの味噌鍋家族という鶏野菜味噌を使った鍋とアジの甘酢かば焼きを作って食べてみました。こういうね便利なものもまた使って作っていきたいなと思います。おしまい。ごちそうさまでした。